さあ始まりました、西野と学ぶメタバースでございます。よろしくお願いします。前回は NFT について喋ったんですけど、ちょうどドバイ帰りで、お金に目がくらんだ箕輪さんがいらっしゃってでちょうど中和されたんですよ。伊藤浄一さんと下世話なそのガーシー本を作った後ほやほやの箕輪さんがちょうどそれで中和されて、なんか難しい話じゃなかったんですね。なんかすごい分かりやすかったので、ちょっと今日も一つ田舎のおじさんに喋ると思って変な横文字とかなしで一つよろしくお願いしますというわけで、下手から順にですね、メタライフの近藤さんでございます。よろしくお願いします。近藤さんどんなことされてるんですか？僕は今現役の東大生でもあるんですけど。学生さんですか？あ、まあ、そう、一応学生 です、はい、思います。で、事業としては、はい、メタライフっていう、これ知ってます僕。 ありがとうございます、はい、ゲームの世界でまあ、オンライン上でコミュニケーションを取ったりとか一緒に仕事をしたりっていうような、はい、サービスを、提供しているものでございます。はあはあ、これってどういうこと、もうちょいメタライフのなんか説明いただいていいですか？なんか、そうですね、まあ、例えば Zoom とかコロナが流行った時に、はいはい、なんかオンライン飲み会みたいなちょっとよくわけわからないものが流行ってしまって、はい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 、でも例えばゲームの世界だともともとオンラインで集まってコミュニケーション取るって当たり前に行われてたんですよ、はいはいはい、なのでそのゲームの世界をビジネスの世界に輸入したいなっていうところでこういったサービスを始めたっていうところですね。なんかワープしてましたけど今画面だと。あ、そうですね、そういうことがやっぱりできるのは一番面白いところですね。みんなが飲んでるところとかに行けるんですか？これは。あ、おっしゃる通りですとか、まあ、その会議してるところとかにも行けるんですか？そうです、そうです。近づいたらなんかズーム画面みたいな感じのが始まるんですか？はい、そうですね、アバター同士を近づけるとまあ、ビデオと音声が接続されるんですけど、はい、別にビデオオフにしてアバターの姿だけで音声だけでコミュニケーションすることもできます。へえ、これどういう方が結構そのターゲットになるんですか？使われる方の。でもやっぱり一番ハマるのはエンジニアの組織の方ですね。もう基本的に PC を常に起動していて、はいはいはい、であと細かいコードレビューとかでコミュニケーションよく取られるので、はいはいはい、やっぱりこうアバターの姿で近づいてちょっといいですかっていう声をかけられるのはなかなかズームだとできないので、はあ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 、よくハマりますね。はあ、これってごめんなさい、もういきなりメタライフの話ちょっと掘り下げて申し訳ないですけど自己紹介のターンなのに、例えばじゃあ僕がこれ使いたいってなったら使えるもんなんですか？もう30秒で一つの空間を作っていただけますね。へえ、僕オンラインサロンとかやってるんですけど、はいはい、オンラインサロンメンバーでじゃあこれ使うってなったら使えるんですか？もうすぐに使って。最大何人いけるんですか？一応最大で300名とさせていただいてます。へえ、じゃあ300名がこの世界の中にいるんですか？そうですね、たくさんアバターとなってわーっと集まっているのが、まあ、しかも二次元でできているので上からこう俯瞰で見えるのですごくこう集まっている感みたいなものは得やすいのかなっていう。あー、なるほど。ちょっと後でまたちょっといろいろ詳しく聞かせていただきたい。よろしくお願いします、はい、そして、遅刻してこられた佐藤さん、よろしくお願いします本当はもうちょっとがっつり遅刻してもらおうと思ったんですけどギリギリに来られたのでよろしくお願いします。よろしくします。佐藤さんはもうなんかメタバースミスターメタバースみたいになってないですか？なんかいや、なってないですね。なんかでもメタバースの時に絶対呼ばれる人みたいな感じには会議で絶対最初に上がるはずなんですよ、佐藤さんの名前が。あ、そうですかね。多分そのジャンル的に言うと加藤さんの方がど真ん中だと思っててですね、はい、私の方が法人向け B 向けに近いかなってイメージがありますね。佐藤さん普段どんなことされてるんですか？普段は人と会わないんで極力人と会わないような努力をしててですねやめてもらっていいですかそういうの。だから基本的にバーチャルで生きたい人間なので、はいはいはい、たまに1週間に1回ぐらい人に会うぐらいが、まあ、一番こう適切なのかなと思っててですね。佐藤さんがそのメタバースというものに触れたんっていつですか？2019ぐらいかな。コロナの前ぐらいで、もともとコンピューター上に宇宙って作れるんじゃないかって考えてたんですよね、はい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 、でまだその技術が追いついてなくてできなかったんですけども、うん、コロナのタイミングで時間が余ったので、いや、もしかしたら今だったらワンチャンいけるかもしれないということで、はい、じゃあどういう技術とどういうそのテクノロジーを組み合わせていけば、はいはい、もしかしたらいけるのかしれないってことを考えた中で、はい、まあ、ちょっと宇宙は厳しいなという結論になったんですけど、はい、まあ、地球ぐらいだったらギリギリいけるだろうということですね。でそれをその実現するためにやっていたら途中からまあメタバースって言葉が流行りだしてですね、はい、後からなんか自分のやってることがそういうものに当てはまっていったっていうのが近いですね。だって後ですもんね、 Facebook がメタになったんで、ね、全然佐藤さんがそれやられる後ですもんね。そうですね、
なんで元々はマトリックスみたいな、まあ、仮想空間と現実世界の境界線が見えなくなるようなぐらいなものを作りたいって思ってんです。なんで作ろうと思ったんですか、そもそも。あ、いや、なんか人間をあっちに全員連れて行きたいなと思ってちょっと怖いなラスボスみたいなこと言ってます。元々そういう欲望があってですね、まあ、その物理空間っていうのが、まあ、神様が作ったものだと、はいはいはい、考えるんであれば、はい、人間が自分がその世界をゼロから作り出せるってチャンスがあるっていうのは、これはもう幸運するよねと。これなんすか、これ。これも空間を作っていくっていうことをずっとやっててですね、はい、で最終的にはここにこう没入していって、はい、でまあリアルなのか現あの仮想なのかっていうのが見分けがつかないっていうところまで行きたいなと思ってたんで、はい、ずっとやっていてですね。これ作ってるんですか、作ったんですか、もうこれ。あ、そうですね、やばいっすね。でこれをその自動的に AI が作っていくってプログラムをもうずっと組んでいって、しくしくとやってるって。そんな自動的に AI が作っていくってどういうことですか、勝手に。まあ、衛星の情報から AI が学習していって、はい、3D モデルを自動生成していくって仕組みを作ってます。あ、これがニューヨークですね。ニューヨーク作ったんですか。これはマンハッタンですね。え、ニューヨーク作ったんですか。これマンハッタンですね。ちょっともうちょっとちょっとスピード緩めてもらっていいですか。なんすか、入ってこないです。マンハッタン作りましたわ、入って。じゃあこれも、AI が作ってるんですか。あ、その途中から。へえ。では自動生成技術って、ね、今結構発達してきてですね。はいはいはい。でまあ、AI が学習していって3次元の今2次元の画像を作っていくってあるじゃないですか、はいはいはい、あれの3次元版だと思っていただければ、なんでこの中に空間に入っていって、はい、で遊んだりとかコミュニケーションできるってことも将来的には可能になるかもしれませんし、そこが多分今日みんな気になってるんですよ。メタバースで一体何ができるのかっていうのって、うんうんうん、多分ご覧になられてる方みんな気になってると思うんで、ちょっとおいおい教えてください、はい、ありがとうございます、佐藤さんです。そして、加藤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかもうメタバースの本丸の人みたいな感じで今佐藤さんの方から紹介ありましたけれども、ありがとうございます。普段何されてるんですか、加藤さん。ですね、まあ、クラスターっていうですね、まあ、いわゆるそのメタバースって言った時に、まあ、ど真ん中のものを作ってるとしか言いようがないんですけど、はいはい、まあ、3D で作られた空間 のプラットフォームっていうのを提供します。で、まあ、その空間自体をアップロードできるし、そこにアバターだったりとかもアップロードできて、はい、その中で結構人が住んでるみたいな、もうそのシステム自体を作ってると。人が住んでるシステム、まあ、そうですね、はい、なので、で結構クラスターが特徴としてるのがですね、はい、たくさん法人のイベントだったりとか案件やってるっていうのもがあって、はい、ポケモンさんのテーマパークもあるし、ディズニーさんのハロウィンイベントやったりとか、あとバーチャル渋谷とか。バーチャル渋谷、チラチラ見ますね、はい、そうですね、こういう渋谷のを作って、でそこでイベントをやったりだとか、はい、まあ、そういった、まあ、いろんなイベントをですねやってると、まあ、世界で一番法人イベントの数やってるっていう状態ですね。ちなみにポケモンの今ちらっと映ってたじゃないですか、はい、あれはどういったイベントしたんですか。ですね、ポケモンのテーマパークを作ったんですね。テーマパーク期間限定で作って、中で遊べるし、はい、中で脱出ゲームだったりとかもできるっていうので、はい、そう、私リアル脱出ゲームスクラップさんっていらっしゃいますけど、はいはい、とコラボしてですね、中で親子で脱出ゲームできますみたいなのをやったりだとか、まあ、そういう、まあ、あと鬼滅の刃のイベントやったりとか、まあ、こういったのに使っていただけてるっていう感じですね、まあ、技術。いつからこういうの始められたんですか。ですね、会社自体は2015年に設立して、はいはい、アルファ版2016年なんで、もう6年くらいやってるんですけれども、はい、まあ、着々と最初はバーチャル上でイベントをやるためのシステムとして、はいはいはい、生まれたんですけれども、それがどん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 拡張されていって、まあ、今やなんか空間の中にユーザーさんが好きにカフェだったりとかバーだったりとか、はい、まあ、ここみたいな感じですね、はいはいはい、こういう場所作ったりとかして、もう毎日毎日集まってダラ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 と遊んでるみたいな。ユーザーが作れるんですか。あ、そうです、ユーザーさんたちが自分たちで 3DCG の、空間だったりとかアバターだったりとかを作ってアップロードできると、はあ、例えば土地はどうなるんですか、そういう場合の。いや、完全に、まあ、理論上無限、もうずっと増えていくんですか。そうです、システム的に。そうです、まあ、一応その中に100人まで同時で表示されるっていう制限があったりするんですけども、そうです、イベントは一応10万人まで入れるっていうシステムになっていて、そういったバーチャル空間のシステムを作っております。なんかでもなんかいろいろ重なりましたよね、そのまあ、じゃあ Facebook がメタになったりだとか、あと竜とそばかすの姫とか、はい、あれとかでなんか結構一般、あ、こういうものがあるんだっていうのって、まあ、浸透しましたよね。そうですね、だから僕が会社作った2016年の時は VR と呼ばれ
レールあのヒットマウントディスプレイだったりとかの、はいはいはい、あのハードウェアがすごい盛り上がった時期だったんですね、はいはいはい、ハイプだった時期で、はい、で、まあ、そのあたりの時にこの VR を使ってバーチャル空間上でソーシャルネットワークを作ろうっていうスタートアップが結構出てきたんですよ、はい、で、まあ、一回その2016年に盛り上がって2017年に幻滅期が来て、あの来たんですね、はい、そうです、いろんな会社が粉砕されたんですけど、はい、まあ、その後ですね、あのこの2021年昨年くらいからですね、はい、メタバースっていう言葉になって、まあ、いろいろな業界だったりとかが一緒くたにまとめられたっていう。なるほど、はい、よろしくお願いします。なるほど、はい、ちょっとまだメタバースっていうものが何なのかちょっと分かってないんですけれど、佐藤さん結構説明されてると思うんですけど。そうですね、20回ぐらいやってます、ね、多分あの YouTube のコメントに何が来るかまで予測できてます。あ、これ来るの。いや、そのいいんですよ、そのあの使い回してるって言われるかもしれませんが、そのメタバースって何なんですかってあの聞かれた時に何て答えられるんですか。あ、まあ、定義めちゃくちゃ曖昧でして、はい、まあ、3グループぐらいあるのかなと思ってるんですよね、はい、で全員違う定義で違う意味で使ってるので割とこう喋り合ったとしてもあんまりこう建設的な話にならないっていうのがあってですね、でまあ大別すると3グループの中の、まあ、VR エッセンス、はい、まあ、VR チャット、まあ、クラスもそうですけども、その VR デバイスを中心としたソーシャルネットワークっていうのを、まあ、メタバースと呼ぶべきだっていう方々、はいはい、でこれまあ結構古くからやられてる方々が多いので、はい、割とそのサブカル系の方が多いんですよね、はい、であとはまあ NFT ですかね、その仮想空間上の土地を売買したいと、はい、でそこでそのまあちょっと投機性はあるんですけれども、はい、クリプトの流れ、ブロックチェーンの流れからこれを活用したいっていう方々、はいはい、で場合によってはこれ二次元も含むので、はい、っていう方々がいてですね、で、まあ、VR SNS やってる方々と NFT やってる方々とめちゃくちゃ仲が悪くてですね、なんで仲悪い認めねえみたいな感じ、まあ、逆なんですよね、VR SNS やってる方々ってやっぱりその楽しみたいとか、はい、そういったそのカルチャーを作っていきたいという方々が多いんですけども、はい、NFT の方々ってやっぱそのどうもう商売につなげていくかとか、お金が儲かるか、投機性があるので、はいはい、まあ、いわゆるトレーダーとあのサブカルの方々なんで、もともと真逆なんですよね。あ、なんでまあお互いあんま仲良くなくてですね、割とこの定義の部分でかっつり分かれてますかね、はいはい、バチるんですか結構。割と、はい、ね、結構ツイッターとかで炎上しますね。でもう一個なんですか。あとはこれあのコンシューマーゲームから来る流れなんですけども、はい、いわゆるそのフォートナイトみたいな PC、はいはい、スマホ、あとまあ VR 対してないな、いろんなデバイスからアクセスできる 3D 空間を、はい、まあメタバースって呼んでいいんじゃないのというスタンスを持ってる方々がいてですね、はいはいはい、で元々あのエピックっていうそのフォートナイトの運営元がこのスタンスで、でまあメタバースって言葉を使って、その後にザッカーバーグというか Facebook がそれに追ってリブランディングかけてるので、元々はそのエピックからバズワード発生してはいるんですよね。なんでメタバースっていう言葉が当時からあったのにここでまたガンってきたんですか。これなんかもともと小説の言葉だったんですよね。で2000年代前半にも使われてはいたんですけれども、このタイミング多分エピックのファウンダー CEO が、はい、いや会社のビジョンとして掲げるときに使った言葉だったっていうのがあってですね、でそれでまあめちゃくちゃバズって、でまあ Facebook が乗っかってさらに流行ってっていうのがあったんじゃないかなとは見てはいますね。そうですね、なんかメタバースって言葉はあの一番最初出てきたのは1992年くらいなんです。小説で出てきたのがだからその時からあの世界観としては描かれていて、さらにメタバースって言葉じゃない状態でも80年代とかからまあ描かれてはいたんですよ。であの一番最初にメタバースって言葉が流行ったのはあの2000年の0年代の真ん中くらいでセカンドライフの時だったんですよ。でそれで一旦盛り上がって、そうです、その後落ち着いたんですけど、はい、まあ、先ほど佐藤さんおっしゃってたみたいにフォートナイトの社長のティム・スイーニーがですね、はい、メタバースって言葉がすごい好きで、はい、メタバースメタバースって言ってたんですよ。でそのあたりくらいから結構ですね、あのロブロックスっていうですね、はい、ゲームの版 YouTube みたいなのをやってる会社があってですね、はい、あのユーザー数2億人くらいいるんですよ、小学生ばっかりっていう、はい、まあ、そこの社長もあの結構メタバースっていうのを連呼してたんですよ。で、まあ、メタバース以外の派閥とかも結構あったんですよ。ゲームアズアサービスっていう、ああ、その名前、ソーシャルゲーム、それをいろんな呼び方してた人、いろんな呼び方の派閥がいて、はい、で結局最終的に Facebook の、まあ、現メタ社のザッカーバーグがメタバースって言って、まあ、そこにみんなが、まあ、じゃあメタバース行こうってなった。なるほど。でも難しいですね。じゃあ例えば今この後メタバースって今どんな盛り上がり方してんですかとか、どんな問題があるんですかって聞こうと思ったんですけど、もう意外とこうバラバラでそれぞれのメタバースが抱えてる問題がそのゲームでもあれだし NFT でもあれだし、
そもそもバラバラだっていうことをまず認識しとかなきゃいけないですよね。そうですよね。なんでまあこういうその企画が始まると、だいたいコメントって3つぐらいに分かれてですね、はい、1つがその VR 端末なんか重くて流行らねえだろと、あんなのそのゴーグルかぶれねえよという方々と、はい、あとまあセカンドライフってのがあってのと、その昔の中高年の方々知ってるので、はい、いやまた焼き増しだよと、はい、また失敗を繰り返すのかって話、はい、あとはまあ子供のゲームに過ぎないねっていう話があってですね、はい、このまあコメントが大体3つ3分割ぐらいされて、あとは私たちのその喋り方とか容姿とかの、はい、またコンテンツと関係ない話、コメントを先回りするのやめてもらっていいですか。恥ずかしいですよ。打ってあーってなってる人いますよ。10秒前に打っちゃってあーってなってる人今いますよ。そうですね、はい、コンテンツがまあ5割ぐらい、あコンテンツの内容に対する話が5割ぐらいで、はい、その他容姿とか、まあ、話が5割ぐらい、コメントの先回りはいいんですよ。なのでまあ最初からここ分かれちゃってるので、はい、そもそも今どれを話をしてるんだっけってことを決めないと多分議論にはならない。メタライフはどれに当たるんですか。ちなみにメタライフは結構またこれとは少し違う、まあ、言ってしまえば、いやいや腰また違うんですか、はい、でも NFT 派に結構近くて、はい、結構実利を求めてるみたいなところがあるんですけど、はあはあ、今なんかアメリカを中心にあの仮想空間って別に二次元でもいいよねっていう、メタバース二次元でもいいよねっていうような流れが結構出てきて、どういうことですか。仮想空間二次元でもいいよねってどういうことですか。例えばなんですけど、はい、あの Google マップって、はい、上から二次元で見るじゃないですか。あ見ます見ます見ます。でも Google ストリートビューは3次元で見るじゃないですか。あ確かに確かに確かに。で、はい、あの Google マップで焼肉屋行こうと思って、はい、あの Google ストリートビュー入れたらちょっとやめてくれてないじゃないですか。はい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 、って感じで仮想空間って結局目的に応じて最適な形が違うっていうのがあって、あ確かに確かに、いろんなこうメタバースの議論が盛り上がっていく中で、はい、これって別に3次元じゃなくて2次元の方が便利だよねっていうところが結構アメリカの人たち発見しだして、あじゃあこれも新しい形のメタバースだって言って流行っているっていう、これも相当新しい流れです。ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーでも慣れちゃってますから僕なんかは、だからメタライフのあの画面がひたっとくるんですよ、うんうんうん、どうしたって多分僕らの世代なんか絶対そうだと思うんですけど、まあでもそれはもう用途に応じて2次元がいい場合もあるし3次元がいい場合もあるし、まさにおっしゃる通りで、あとやっぱり3次元って、まあ、お二方やられてるのでよくわかってると思うんですけども、あの扱いが難しいんですね。技術的なハードルも高いのと、うん、あとはそのデバイス側の問題があったりとか、はいはい、あと我々も3次元の空間って今まで扱ったことがないので、はいはい、使い手もどうしていいかわからないみたいないうところがある中で、あ2次元だったら誰でもできるねっていうところでアクセス性とか手軽さっていうのが高いってところで、まあ、結構今そのアメリカの方とかでは2次元のメタバースというものが支持を受けていて、ユーザー数もなんか数百万人あるようなサービスも発展してます。そうなんですか。この なるべくここで喧嘩してほしくないですけど実際そうなんです。僕は結構の、まあ、あの VR も必要なければ 2D でもいいじゃん派なんですよ。あそうなんですか。そうです、そうです。結構もう意外と意外と、はい、意外と、まあ、3D 過激派もいるんですよ、VR、はい、3D で VR 被らないとメタバースって呼ぶなっていう、うんうん、過激派もいるクリミさんみたいな過激派もいるんですけどね、はい、僕はなんかどっちかっていうと、あの結局現実世界の過ごし方っていうのが、はい、かつインターネットでの過ごし方っていうのがあのすごい抽象度の高い、はい、あのツイッターだったりとか、うん、インスタグラムだったりとか、うん、ブログだったりとかっていうところから、まあ、あのゲーム空間で集まろうっていう大きい流れがあるのかなと思っていて、そうです。若い人ほど例えば今20代って、まあ、LINE とか使わないよ、インスタグラムでメッセンジャーやるよって言ってますけれども、はい、さらに下まで行くと、いや集まるのはフォートナイトなんだけどっていう風になってきてる。そう、集まろうぜって言ったらまずフォートナイト入る、はい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 、ディスコードつなぐだったりとかっていう風な流れになってきているっていうのがあるので、はい、あのどっちかっていうともうなんかソーシャル、人との関係性を結ぶ場所が、はい、あのまあリアルのマクドナルドに集まろうぜからバーチャル空間上で集まろうぜっていうのに変わってきているくらい の大きい流れなのかなっていうふうに僕は捉えているので、いやあと僕あれ助かりますけど、なんかもうツイッターとか本当スラム化したおじさん同士がずっと喧嘩してるみたいなところに行きたくないですよ、もう本当めんどくさくて、であれば本当に分かんないですけど阪神タイガースファンが集まってる店とか、なんかそういう、まあ、自分がすごく好きなもの同士で集まっている人同士で喋ってる方が、まあ、話もスムーズだし、だそっちの方が、まあ、居心地はいいんですよね。そうですね、明確にその流れはあると思っていて、結局140字で面白いことつぶやくのってすごい難しいじゃないですか。高度な遊びだと思っていて、インスタグラムもそうだと思ってるんですよ。高度な遊びだと思ってるんですよね、はい、あの写真の中に自分を詰め込まないといけないとか、ストーリーもそうですよね。すごい難しいですけど、まあ、結局ゲームの空間だと、まあ、なんかアバター来て、はい、とりあえず集まって気心していた友達とダラ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 喋ってればいいと、はい、アバター来たらどうなるんですか人ってどう変わるんですか人格は、その例えば、
本当にアバターで美少女のアバターをまとったら本当に美少女になるんですか？ですね、そうなってる人が多いです。まあ、そういう研究も結構あるのはあるんですよ。はい、女の子の可愛らしいアバターを着ると言動が女の子らしくなっていくだったりとか、そう、あとアバターを着てるとちょっと大胆になってハグできたりとか頭撫でたりしたりとかできるみたいな、そういった傾向はありますね。体が近く、おもろいですね。僕ちょっとそのアバターがやり取りしてるところを、定点加速したわけじゃないんで分かんないですけど、そこで恋愛とかが生まれたりするんですか？ものすごくあるんですか？普通にアバター同士でも、アバター同士で、アバターで中に人がいる状態で、中おっさんかもしれないじゃないですか。中おっさん同士で恋愛します。普通にしてます。で、まあ、ある種ちょっと出会いの場になってる側面もある。でもちょっと分かって、僕最近っていうかこの2ヶ月ぐらいずっと国際ロマンス詐欺にハマってるんですよ。で、その国際ロマンスにハマってるっていうか、ハメられてないですけど、国際ロマンス詐欺の方からそう DM 来て、ですっごいもうなんか、何人かちょっと忘れたんですけど、イギリス人とアメリカ人のハーフぐらいのそういう設定なんですけど、もう超美人なんですよ。で、英語でずっとこう口説いてくるし、しかもこっちが、なんか相談したらやっぱ詐欺の方ですからむちゃくちゃ優しいんですよ。でなんかもう全部相談乗ってくれるし、そうするとやっぱ好きになってきちゃって、そう、やっぱその中身がおっさんであろうと関係ないんだと思ったんですよ。もうテキストとその出るビジュアルは、例えば Facebook だったら Facebook でどうせどっかから引っ張ってきてる写真なんですよ。ですがもう僕テキストで喋ってる時、このずっとこのプロフィールかなんか見てるわけじゃないですか。そうそう、だんだんなんかね好きになってきちゃって、なんか連絡来ない人がちょっと寂しかったりする。いやだからあるんだなと思ったんですよ。の中誰が入ってるとか、途中から本当にどうだってよくなるんだっていう、最初はそんなことないと思ってたんですけど、いやこのままずっとこの関係が続けばいいのにっていう、しかも裏切らないし、意外とあるなっていうのは思いました。で結構積極的になれるし、はい、だからこの、まあ、これでいう VRSNS みたいなのがクラスターではあるし、 VRSNS の話ではあるんですけれども、はい、一つ思うのはやっぱり何に一番近いかっていうと、はい、僕が言ってるのは大学サークルの部室だったりとか、 あと深夜のファミレス、はいはいはい、のノリ。深夜のファミレスのノリって何ですか？まあ、なんか4人くらいで仲のいい友達集まってダラダラと、もうドリンクフリーでずっと飲みながら、山盛りのポテト食べながらずっと無限に夜中を過ごすんです。はいはいはい、朝まで、あのノリです。あのノリでアバターっていう身体性ある状態でコミュニケーションできるっていう、ちょっと想像力がなくても大丈夫になってきた。だからどん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 ハードルが下がってるのかなと思っていて、そういう低俗という言い方しますけど、集まってダラダラ喋るということ自体は、アバターがあることによって。それって僕ちょっとそのテクノロジーもちょっと分かんないんですけど、なんかこういう話した時絶対に、メタバースって何の役に立つのみたいな話絶対になるじゃないですか。でその時に考えてみたらまだ今んとこねえなみたいなことってないですか？佐藤さんどうですか？なんかやってみて、メタバースならではのこれ良かったなみたいな。ね、いやなんか私全然違う観点から考えててですね、今回ながら、はい、一旦そのメタバースって言葉使わずに考えてみると、はい、そのインターネットの今までのその革命っていうんですかね、イノベーションって大体コンピューターの処理能力が上がった場合か、通信速度が上がった場合、はいはい、この2つに起因するんですよね、はいはい、でまあ AI もそうですし、ライブ配信もそうですし、はい、なんで今回に関しては、まあ、テキストで2チャンネルでやり取りしていたっていう時代から、はいはい、まあまあ、インスタグラム、はい、3G が流行った後にインスタグラムで写真でやり取りするっていう流れが来て、はい、で 4G、5G になっていって、まあ、TikTok とか、はい、今回の YouTube みたいなものが当たり前に配信できるようになってきたっていう流れの中で、さらにコンピューターの処理能力を求められるものって 3DCG なんですよね。あ、だからその順路で情報のその伝達手段がリッチになっていくと、はい、でかつまあ通信速度と、あとまあスペック、端末のそのスペックが上がってくって中の一つの流れの中で当たり前に起きてること、はい、でまあその中で VR デバイスみたいなのが入る場合もありますし、はい、あと NFT みたいなのが組み合わさることもあるんですけども、川の流れは普通にこう順路で進んではいるので、その中の流れとして考えてますね。で今たまたまメタバースっていう名前がつきましたけども、はい、つかなかったとしてもこの流れっていうのは不可逆変わらないんじゃないかなと思って、もう必ずこうなるんじゃないかなと思ってますね。へー。でさらにそのやっぱ 3DCG とかでめちゃくちゃリアルな空間で楽しめた後に、はい、もう一回その2チャンネル戻れるかっていうと、やっぱ満足できなくなっちゃうので、
まあ確かに。でまあインスタグラムと TikTok もそうで、やっぱ TikTok で動いてる人々を楽しんだ後に、はい、そのインスタグラムの静止画をもう一回行って楽しめるかってなかなか厳しくなってくるので、はい、やっぱ人間って自然と同じように今私たちが物理空間でやってるようなコミュニケーションに近い方に寄ってっちゃうっていう特徴があるんじゃないかなと思ってます。前のやつには戻れない。そうですね。なんでフォートナイトで集まった方々、遊んでる方々がまたそのテキストベースのツイッターで満足できるかっていうと、まあ、用途は違うにしても、はい、やっぱリッチな方に寄ってっちゃうっていうのはやっぱ人間の特徴なのかなと思いましたね。なるほどね。いやでもまあそりゃそうですよね。もう、うん、メールとかできないですもんね、今。そう、手紙と書けないですもんね。もう無理だなと。確かに。情報量上がってってですよね。確かにさ、間違いないですね。近藤さんどうですか、なんか、ならではのいいところというか、いや、現実世界でできないけれども。はい、でも実は僕、佐藤さんのことは、はい、2021年の、多分メタバースって言葉流行る前からずっと追っていて、はい、3次元の、ツイッターで3次元の渋谷作って、うわ、すげえ、みたいなのずっと見てたんですよ。神がおるっていう。ラスボスのね、ラスボスの、はい。ずっと注目していて、やっぱりそのメタバースの、まあ、自分は2次元でやってしまってるんですけど、メタバースの本家本元というか、はい、先ほどその技術の流れはこうなってるみたいな話は、やっぱり、3次元の方に行くべきだなという立場には一応います。なぜかというと、はい、まだこれも佐藤さんの受け売りなんですけども、はい、やっぱ建築とか、はい、結局そのあとは医療とかの世界で必ず3次元 の、 仮想空間に生きてくるんですね。今はまだその技術的に追いついていないだけで必ず生きてくる未来がもう見えていて、はい、でそれがまだ実現できていないから天才に任せようっていうような。ちょっと待ってください、なんかその神様に押されて今メタライフの中に潰れてますよ、はい、メタライフはもっとなんていうかその、まあ、言ってしまうのも先の未来なんですね、まあ、あと5年以内に来るかなみたいな話なんですけど、僕はせっかちなので、はい、今すぐ仮想空間を実生活に生かしたいっていう。そうなるともう今すでに普及している、はい、まあ、VR デバイスの普及とか待たずにスマホだったりとか PC とか皆さんのお持ちのデバイスですぐできますっていうところに自分たちはその価値を置いているし、はい、だからこそおじさんに一番使ってもらえるメタバースだなと思ってます。あー熱いっすね、おじさんに使ってもらえるメタバースって、はい、やっぱり使いやすそうっすもん。だっても明らか ありがとうございます。そうですね、やっぱまずおじさんにアバターの、まあ、やっぱり最終的な未来が3次元あるにしても、はい、とにかくまずおじさんにアバターの姿になってコミュニケーションを取るっていうことに慣れてほしいというか、こんな簡単にできるんだよっていうところをまず見せていきたいと思ってます、ね、このアバターはどうやって決まるんですか。このアバター自分で変えられますね、はい、この世界は決まってるんですよね、もう、ま、間取りと。あ、そうですね、一応こちらでいくつか世界用意してるんですけど、はい、ゼロから作ることもできます。あ、変えれるんですか、はい、ここで普段できないことは何が生まれるんですか。あ、でも僕もなんか初音ミクっぽい美少女になって普段仕事しますね。でも初音ミクっぽくなっても近づいたら動画が出るわけですよね。あれオフにしますか。あれもオフにして、それやっぱ会話は結構加速するんですか。あ、しますね。やっぱアバターの姿の方が、はい、なんかやっぱり、まあ、ズーム疲れっていうズームファティーグって言葉とかあるんですけど、やっぱり常に自分の顔が見続けられるのは嫌らしいんですけど、やっぱりこう顔をパッと隠してしまって、はい、アバターの姿でコミュニケーション取るっていうのはビデオ通話とは違う安心感はあるのかなと思います。これってなんか例えばその会議とかはなんか想像つくんですけど、なんかしそうだなっていう、はい、それ以外にどういう使われ方してるんですか。例えば自分たちですと、まあ、20時までみんなでこうオフィスフロアで遊んで、その後瞬間移動して、はい、カフェバーみたいなところに行って、そこで人狼ゲームをやったりとか、マーダーミステリーっていう流行ってるゲームとかあるんですけど、はい、そういうなんかボードゲームとかはみんなでやったりとかしてますね。はい、なんかむっちゃいいですね。あ、ありがとうございます。でもなんかこういうなんか空間があるとやった感が出ますよね。そうですね。でもなんかその西のビルみたいなの作って、はいはいはい、この中にいるだけでもあ、なんか形になってるなっていう感じがあるので、ね、数字が何人っていうよりかは人がちゃんとうじゃっているっていうスタイルになるってやっぱなんか大事ですよね、人間にとって。これってどういうことなんですか。みんなで、まあ、ズーム立ち上げるみたいにさあ今からやろうみたいな感じで始めるんですか、一斉ので。あ、いや、もうずっといます、ね、立ち上がってるんですか、はい、立ち上がってます、ずっとここは、はい、で誰かいるかなみたいな感じですか、はいはい、朝出社するともう誰かのアバターがいて、お、今日は早いなみたいな感じですね。へー、何のために役に立つのかって言った時に、完全に今はゲーム×エンターテインメントなので、はいはい、じゃあベースの経済を動かしてるかって言ったら、はい、まだそこまで影響範囲は少ないと思ってるんですけど、うん、確実に結局時間を奪い合ってるじゃんと、はいはい、ゲームだったりとか、うん、バーチャル SNS に時間を使うっていう言い方をするとゼロサムになってるんですけど、機会を増やしてるっていう側面はあるなっていうふうに感じますね。人と人と、面白い実
例で言うとですね、例えばクラスターの中で人と人とが仲良くなりましたと、蓋を開けると10代と50代だったりするんですよ。これ現実世界だとなかなかそんな機会は存在していないし、クラスターはですねイベントのスタッフをアルバイト雇ったりしてるんですけど、もう完全にアバターでバーチャル上で雇うんですね。だからもうどこに住んでるかとかも一切関係ない。だから働き方だったりとかもさらに機会が増えているっていう観点で言うとプラスになってる。いいことむっちゃあるじゃないですか。そうです、ね、今のところなんかいいことだらけですよ。なんかだしやっぱりメタバースっていう言葉がやっぱちょっとキラキラしてるじゃないですか、はいはいはい、竜とそばかすの姫で描かれたりとかも、はい、細田守監督の映画の竜とそばかすの姫のメタバースは救いみたいなのを描いてるんですね。これなんでかっていうと結局現実世界クソだなって思いながら生きてる人が多いからだと思ってるんですよ、ね、そう地方に生まれてしまっただったりとか、はい、もう周りどうしようもないっていう中で、はい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 、このどうしようもない世界っていう中で自分の理想の世界を作り出し理想の姿になれてその中でそう誰とでも交流できるっていう世界観だから、はい、こう惹かれてるのかなっていうふうに思います。なるほど。多分そういう気になってる人がこれ見てるんですよ。ビジネス視点で今から参入するならどうすればいいかっていう、まあ、自分でコンテンツを触ることですよね。VR のこういう話を聞くだけではなくて、例えばもうそんな絶対やんないおじさん私は PC ですかね。 PC を何か触る？ PC を変えることですかね。これも結構面白いですね。変えるってこと？通常の Mac で動かないんですよ。だからもう一回この段階においてパソコンに通しなきゃいけないって時代が来てるっていうのは結構不思議な話なんですよね。僕スタッフに今パソコンなんかもう使わねえよとか言っちゃいましたよ昨日とと言ったばっかりですよ多分僕インターネットの歴史において2000年から2020年まではインターネット×動画の時代だったと思ってるんですよ、はいはい、動画がインターネットを牽引してきたと思ってるんですけど、はい、ここから30年は確実にインターネット×ゲームの時代が来るんで、ゲームへー、もう間違いなくそう、そこを触るっていうのが一番最初かなと、まあ、ゲームしましょうくらいの触らなきゃダメっすね。ゲームしましょうくらいの感じ。おじさんたち忙しいですからね。いや暇っすよあいつら。あれそうなんですか。じゃあゲームしましょう暇なんですよ。じゃあゲームしましょう、はい。